はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画、久々にですね、ガオね、ガオまあ僕の動画でも何回も撮ってるんですけれども、サムライイーティングさんが企画してくださっているガオーという、イベントにね、今回も参加させていただきまして、今回はね、ちょっとね、レギュレーションが異質でございます。というのも、普段はね、ガオーって1日で全部取り切るんですけれども、今回は2日間かけて、しかもメンバーもね、めちゃめちゃ豪華に、撮影するということで、今日ね、1日目僕が出場させていただくのは焼きそばとカレーを食う競技ということで、今回ね、チーム戦なんですけど、僕のチームがゾウくんと一緒で、相手チームがエビマヨちゃんとシノケンくんの2人と。で、一応ね、制限時間が15分らしいんですよね。明日参加させていただくのが、なんか2戦あるんですけど、お寿司の勝負と早食いの勝負の2戦ありまして、これはね、改めてちょっと明日ルール説明ができればと思うんですけれども、合計2日間で3戦、挑ませていただきます。でも本当にね、これお誘いいただいてありがたいんですけど、クレームを言いたい。ね、クレームを言いたい。ね、ね、サムライイーティングさん、クレームを言いたい。受け付けません。なんでですか撮影日がね、1月の4日。4日ですよ。三が日の後、普通ね、大会っていろいろ準備するのよ。節制したりね。なんかトレーニングしたりするんだけど、この年末年始、この忘年会と胃腸をね、もういじめ抜いた後に開催ということで、全く、この調整ができてない状態でございます。参加させていただくのでね、本気で挑みますし、ある程度こう結果残せればと思うんですけれども、これね、僕のせいじゃないですからね、これ結果残せなかったら。これはもうサムライイーティングさんのスケジューリングのせい、これは。僕のね、動画以外でも、今回参加するメンバーは個人個人動画撮るんで、そちらもね、見ていただいて、それ以上に本編であるサムライイーティングさんのガオの方も一緒にご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあサクッと始めちゃいますけど大丈夫ですか。はい、はい、お願いします。はい、では始めさせていただきます。はい、せーの、5、4、3、2、1、スタート。はい、
すごいね。焼きそばめっちゃきつそうでしたね。麺がこう、こうすごいのよ、こう。まだ胃袋に1個も入ってないですよ。いかない、全然。もうここにしかいない。3キロ食ったの、焼きそば。3キロきついっすよ。3キロ食った。チャレンジメニューでも。何やってんだか。何をやってんだか、年始早々。中継終わりました。早い。私はさ、では結果発表をさせていただきたいと思います。シノケンエビちゃんチームがいきますね。まずシノケン君からカレーの、食べた杯数ですが、20杯目。おお。20杯、19杯完食、20杯目のクオリティを計算させていただいて、完食量が 5758g。おお。続きまして、今よちゃんの、焼きそばの完食量ですが、11杯目に差し掛かったところで、合計の完食量が 3014g。 チーム合計ですが、8772g です。おお続きまして、ゾウさん、ナスカさんチームの料理に行きたいと思います。はい、ゾウさんの完食量ですが、カレー23杯目ということで、完食が22枚ですが、23杯目の量を足すと 6708g。 ラスカルさんも、焼きそば、11杯目に手が立っていただ
ということで、はい、10杯完食プラスで 3176g、 チーム合計が 9884g です。という感じなんですが、ちょっと感想を一言ずついただいていこうかなと思います。これからいいですか。